はい、今日の夜は丸太に来てみました。一月ぶりぐらいの丸太です。じゃあ行きますか。はい、丸太の突き出しです。超贅沢な突き出しだよね。いる？まずはこの一品食べ食べる、はい、ナマコです。ちょっと待って、ナマコ美味しかった？食べてないの？うん、もったいない。ポケットで間違いないね。食べたよ僕。うんうんうん、美味しかった。え、食べた？これ多分噛み切れないわ、うん、この日は。あ、あってなりそう。コヘコヘ、あれカメラ見て、ちゃんと。こんにちは。ビデオだよビデオ。こんにちは。名前、自己紹介して。山口翔平です。山口浩平くんです。浩平くんです。自分で言っちゃった。はいはいはい、ご挨拶。はいはい、乾杯。薄いコメント。薄いコメント。前夜祭で前夜祭。教えてね、味の感想言ってね。グルメリポーター。こっち向いてカメラ目線で。カメラでカメラで。うまいって。うまい。うまいって言って。ご飯うまい。あ、ごめん。それね、カメラ切れてるわそれ。これはホタテ三色丼と北海島海老の脱皮したやつの天丼。鮭とイクラの親子丼。超うまそうなんだけど。これどうの？これ。これはタンタカの肝汁です。あー美味しい。タンタカ汁うまい。なに？いいぜ。待って、あ、顔が顔がウケる。ん、これからベッカ一押しの、うん、怖かった、すごい上まで行った。はい、はい、行った。ホタテの三色丼です。これが揚げたやつ、これが焼いたやつ、これが生。醤油かけんのかなこれ。さあどうかな。食べどうだった？ん、ちょっと待って、あ、これルイベになってる。タムちゃん、この食べどうだった？ルイベです。すごい面白かった。すごい暑かったけど、うんうん、ちょっと待って、ね、暑いわ本当に。半分に切ってやる。食べやすいホタテだ。はい、北海島海老天丼です。すごいね、海老の量がすごいね。いつもより多い気がするんだけど。サービスなんじゃない？いただきます。みんなで回してね。うん、うまいね。うん、いや、おいしい。うまい、相変わらずうまい。香ばしさが半端ない。親子丼です。うん、でも親子には間違いないです。甘い。危ないよこれ持って走って。うまいな。うん、うまい。これ説明がいらないね。これね、アサリ醤油とね、わさびで漬けたね、今漬けた。うまい。すごい。これをね、茶漬け。そう、かけちゃうんだ。すごい。すごい。こまい茶漬け。そう。すげえ。こまいってなかなか生で食べれない。うん。初めて見た私。で、ちょっとこのままでちょびっと食べてもらってもいいんですよね。食べてもいいですか。どうぞどうぞ。一口ずつね、なくなっちゃうからね。いただきます。あのご飯と一緒にちょっと、あ、味結構濃いめに使ってると思うんですよね。うん。使ってるでしょ。美味しい。あ、めっちゃ。アサリ醤油とこのなんか小麦のマッチ。いや、すっごい美味しい。何これ。アサリ醤油。めっちゃ美味しい。これは美味しい。これだけでも美味しいんだよね。あ、なんか美味しいよね。うまい。で、これにさらに？これいっちゃうよ。いっちゃってください。
いやー、だし汁もかけちゃう。あ、これ想像するだけでうまい。想像するだけでうまい。これもこれを最後にすすっちゃう。おっと、もうまかないってやつですか。そう、まかない、そう、まかない料理みたいな。マジで贅沢だもん。本当に美味しい。ピースいただきます。びっくりする。ピースアイス、アイスある。ピース、うまっ。タイチャの日じゃないよね。タイチャって何。これはラーメン丼食うね、これ。タイチャ漬け、あ、知らない。タイチャって、タイチャは、タイちゃんも美味しいんだけど、美味しいよね。違う、これ狛江の食い方で一番好きかも、これ。私も、私も。これはちょっとびっくり。普通に食べる。いや、これはね、ちょっと新たな名物。うん、これはすごい、本当に。前からあったんだろうけど。いや、あったけど。お客さん出すのは初めてかもしれない。なんで出さないんですか。え、どうなんだろう。何が撮ってるの。